皆さんこんにちは。日本一周2トントラックの旅やりきりチャンネル106をご覧いただきありがとうございます。はい、こちらやりきりチャンネル106を開設して2本目の動画になります。前回は、1本目ということで、どんな内容で、YouTube アップしようかなと思ったんですけれども、日本一周2トントラックの旅、どんな感じで車中泊をしているのかっていう様子をちょっとお伝えできるかなと思いまして、矢橋台風8号がやってきたということで、千葉の、地球の丸く見える丘っていうところで車中泊している時にですね、台風8号が、接近してきた時の様子をアップいたしました。そして今回の2本目、これまたですね、どんな内容をアップしようかなっていろいろ考えたんですけれども、その日本一周をスタートして一番最初に、いわゆる入浴タイムっていうんですかね、お風呂を、どうしているかっていうのをちょっとお伝えしようかなと思って、動画こちら、ご紹介したいと思います。とってもですね、なんて言ったらいいんだろうな、動画見てください。はい、じゃあ続き、よかったら最後までご覧いただけたら嬉しいです。はい、8月10日の水曜日、前日の9日に東京を出発して、この日は、千葉県の東金というところに住んでいる、知り合いのお家の敷地内に、トラックを止めて、そこで車中泊させてもらいました。で、翌日は、その近辺で、トラックでの生活に必要なものの準備ということで、メガドンキーだとか、100円ショップなどに行っていろんな準備を進めました。よかったね。あのメガドンキーね。あれは感動的や、久しぶりの日本でメガドンキー行ったことなかったかね、初めて。ね、もう本当食品も広かったんだけれども、で、そんなこんなでもうかなり暑い日で、一日の半分ぐらいはメガドンキーで過ごしたけど、それ以外の時の時間もう本当にトラックの中汗だくになって、こういろいろこうベッドを移動してみたりだとかしながら汗だく、もうとにかく汗だくっていうことで、最初に、その日のお風呂探し、そうや、その日あれや、このメガドンキーの駐車場で、あれ常時電源の電源を取るためにシガソケット、その時初めてシガソケットから電源を取れるようにっていうことで、そう、最初の夜そのお友達の家に、実際敷地で車止めた時、トラック止めた時はその電源をからあ違うシガーソケットから電源が取れずだったので、もうとにかく蒸し風呂のような状態で、車中泊っていうことからのお風呂探し、私がいろんなこう近隣の情報を集めた中で、この松の湯っていうとこがかなり、ちょっと興味そそられたので、そこに行ってきました。これはぜひですね、皆さんに口コミ欄見てほしいなと思うんですけど、口コミ欄見たらこう行きたくなくなっちゃう人もいるんじゃないかなって思うんですけど、で、私の場合は事前に口コミ欄を見てたので、なるほどなるほどと現地に行ってみると、想定内な、ことばかりだったんですけれども、ちょっと驚いたのは、番台に座ってるのがおじさんだったっていうことと、あとその番台に座ってるおじさんが、玄関側を見るような形で座るのではなく、
脱衣所の方向を見て座ってるので、まあ多分、うん、そう昔はそうだったと思うんだけれども、私 あの実家の近くの銭湯はリノベーションした後、あのなんていうんだ、番台っていうか受付っていう感じで玄関の方を向いてて、で、あの脱衣所からもその番台というか受付の人 に声をかけることはできるんだけれども、あのそっちを向いてないので、大体あの子で新聞読んでるか、テレビ真ん中に置いてるテレビを見てるかっていうパターン。そう、でもその昔あの脱衣所を向いてる時も、あの私が子どもの頃銭湯に行ってた時は番台に座ってるのは女性で、男性っていうのはありえなかったので、それがちょっとショッキングだったけど、まあ背中見られてもねっていう年にもなってたので、ちょっとびっくりしながらも、特に女性の方は私一人しかいなかったので、はい。であと口コミにもあるんですけど、この、 あの番台に座ってた受付の、おじさんおじいさん、とにかく耳が遠くて、車を止めるというか、このねうちの場合は大きなトラックなので、駐車場に、狭い駐車場3台ぐらいしか止められない駐車場の、2台分ぐらいスペース取っちゃうので、それをちょっと確認してからと思って声をかけたんだけども、まあ要するに脱衣所を向いて座ってるので、つまりは玄関入り口に背中を向けて座っていらっしゃったので、背中越しに何回声かけても全然気づいてもらえなくて、でようやく気づいてもらえたら、で止められるんだったら止めていいよっていう感じで、はい、気さくというか商売いけないっていうかっていう感じでしたけれども、そんな松の湯でした。いかがでしたか？え？いかがでしたか？あ、いい感じの、夏に会うた、ぬるめでいい感じ、さっぱりしました。さっぱりした。よし。